奈良公園で鹿を追う、セコたちセコとは、狩猟を行う時に、山野の野生動物を追い出したり、居手のいる方向に追い込んだりする役割の人を指す。狩子、コ、列卒とも言う。多人数で行う巻狩りなどの狩猟法で、セコは活躍した。領主などの権力者が行うような大規模な巻狩りでは、参加するセコの人数が数百人を超えることもしばしあった。古くは、 日本書紀や古事記に記載された天皇の狩りにも着物を追い立てる役目のものが用いられていたと考えられている。1192年に鎌倉幕府を開いた源頼朝が翌1193年4月2日から23日まで那須野が厳州編で行った那須巻狩りは10万人もの世古が集められたと伝わる。頼朝は5月にも同様に大規模な 富士の巻狩りを行ったが、その際に、瀬古が滞在した土地に瀬古に由来する地名がついた。戦国時代、国取りの北条総雲は、大森富士よりが所領する小田原城を奪取した際、鹿狩りと騙して、瀬古に化けさせた、多数の兵を小田原城付近の山に送り込み奇襲する作戦を用いたとの言い伝えがある。江戸時代の1716年など数回、将軍、 徳川吉宗などが小金原で行った鹿狩り、小金原を鹿狩りは割当てで数万の農民を集め、施工させたと伝わる。この鹿狩りは外従駆除の意味合いもあるものの、狩り出された農民にとっては苦行だったという者も,もいる。二十世紀までは行われたまたぎの集団での狩りの手法にも施工の役目があり、指揮者の指示のもといてのところへ獲物を導いた。 1 9七十年後半、秋田県のあるマタギは、セコ役が、ほうほっ、ほうりゃと掛け声を出して、カモシカを追った。秋田県の別のマタギは、セコ役が、ソーレア、ソーレア、と叫びながら、クマを追った。上り巻きという、セコが、下の方から、伊手の松尾根にクマを追い上げる狩猟法が行われ、沢沿いに追い上げるものを、沢セコ、斜面の中ほどから追い上げるものを、中セコ、 尾根沿いに追い上げる者を片瀬子と呼んでいた。16世紀頃のドイツの鹿寮、多数の瀬子と猟犬がハンターの松川へと鹿を追い込む様子。元の皇帝の鷹狩りやインドムガール朝のアクバル帝の狩猟、18世紀のオーストリア宮帝の狩りでも瀬子の役割の者がいた。マルコ・ポーロの東方圏文録によるとフビライハーンの鷹狩りでは大勢の瀬子が用いられたと伝わる。 イギリスでは17世紀に狼は絶滅しているが、15世紀頃には狼がおり、領主や貴族などのハンターが農民をセコ役にして狼を追い出させ、それを猟犬に追わせるスポーツハンティングが行われていたことが記録されている。朝鮮半島ではセコを用いた虎狩りが豊臣秀吉の朝鮮出兵において行われた。1595年3月10日に、 島津義弘の手勢が犠牲者を出しながら2頭の虎を仕留め、秀吉に献上している。アフリカ各地の熱帯雨林に住むピグミー族も狩猟でのセコ役がいる。21世紀初頭までの調査によると、ピグミーの行うネットハンティングでは、女性もセコ役をしている。現代の外獣駆除などの多人数の狩猟でも、セコという役割は残っている。鹿街のある地域での鹿やエゾシカ駆除などで、 セコ薬が活躍する。ラッパなどで音を立てたり、無線機などの現代的な道具を用いながら、獣を追い込む。しかし、セコ薬が危険なのは昔と変わらず、熊、イノシシなどの獣に反撃され、被害を受けたり、足を滑らせて転落したり、伊手がセコ薬を誤射することもある。自衛隊が外獣捕獲事業に参加する場合、セコ薬が効率よく動けるように、 自衛隊のヘリコプターから無線で情報を伝えたり、あるいはヘリコプター自体が対象動物を驚かすセコにもなる。富士の巻狩りの際にセコを多数排出した村をセコ村と呼んだ。静岡県富士市に含まれた今泉村の旧名とされている。他に富士市にはセコ辻という地名があり、源頼朝の狩りの際のセコの待機所であったと伝わる。 愛知県名古屋市にも、セコ棒という地名があり、これは、山で、徳川の山谷の終わり藩が巻狩りをよく行い、その際にセコを排出した地域とされる。江戸幕府のために群馬を生産する巻があった千葉県、鎌ケ谷市には、セコ土手という土手があり、ヤバトリという農馬を追い込む、作業の際の堤防であったという。20日間ほどかかる。 農魔取りに借り出されたセコの手当ては1日米7号から1章であり、周辺の村々に割り当てられた村人の人数が、古文書からわかっている。奈良公園にいる鹿の角を切るために追い立てる者も、セコと言う。このセコは追い立てるだけではなく、鹿を捕らえて、角を切るまでの作業を行う。日本の闘牛にもセコはいる。このセコは、牛を戦いに導く役目のもので、戦う。 牛の脇にぴたりと寄り添う危険な仕事である。祭りなどで見こしを担いだり、出汁を引く役割の者も,のも、セコと言う。また、熊本県で行われる藤崎八変宮、周期霊大祭では、飾り馬を行列の中で暴れさせたりするが、その馬を強す者や馬を生やす者をセコと言う。岩手県の釜石市や、大月町に伝わる、虎舞という伝統芸能は、虎狩りを表現しているため、 トラとセコが登場する。日本の伝統的な捕鯨にもセコの役目をするセコ舟があり、クジラ漁は船足の速いセコ舟を用いて、クジラを音や声によりも上と追い込んだり、森を投げて仕留めた。ありがとうございます。